ルーティン動画です。1月の10日月曜日、現在時刻は16時40分過ぎです。今日はこれルーティン動画が先になるかな。本編動画をね、ちょっと今日は撮れてないんで、このあとね、ルーティン動画撮ったらね、どっかでなんか食べながらね、食動画でも撮ってみようかなと思ってます。ね、もうネタがないときは食動画ですね。なんかね、他のあのチューバーさんの動画を拝見してたんですけどね、なかなか興味深かったですね。海外旅行で、まあ自分が探せるっていう風な、そんなテーマだったんですけどね、自分探しの旅ね、なんかもう懐かしい響きですね。自分探しとかね、2000年初頭とかいっぱいいましたね、自分探しの旅とかやってる人ね。旅、あと旅人、僕は意識的にね、旅とかね、旅人とかっていうのはね、使わないようにしてます。その言葉は旅ではなくてね、旅行だと思うし、旅人じゃなくてね、旅行者だと思ってるんで、僕はね、旅したいとかっていうね、ことは、あ、旅行行きてえなっていうは言うんですけど、旅したいとは言わないですね。なんかね、僕のね、このチャンネルをね、ご覧いただいてる方ね、割と、年齢層がね、高めのようなんですけど、ね、割と若い旅行者とかね、話してるとね、2週間アジア放浪の旅に来ましたとか、日本を出て今4日目の放浪中ですとかっていうね、言葉を聞かされることがあって、あそうなんだとは言うんですけどね、なんかちょっと笑いそうになりますね。2週間とかね、予定が決まった旅行ってね、放浪じゃないと思うしね、まあ、そんなね、重箱の隅をつついてもしょうがないんで、まあ、そういうのはね、まあ、前はね、言ってたんですけどね、口に出してたんですけど、もうだんだんもう言わなくなりましたね。腹の中ではそのこと考えてても、あ、そうなんだ、すごいね、とか、面白い、とかってね、そんな風に、お父さんの対応になってますね。まあ、けどね、予定決まってるホールなんてねえですしね。で、しかも、みんなね、予約サイトできっちりきっちり2週間なら2週間、2週間分のね、宿泊先もね、全部予約入れちゃってるからね、全く自由度がないね、旅行してる人が、まあ、圧倒的多数を占めてると思うんですよね。まあ、ネットがなかった頃のね、旅行者であった僕はね、とりあえず宿探すのはね、目的地に着いてから、あちゃこちゃ、宿ね、覗いてみて、で、部屋の内覧やって、で、水回りのチェックをして、
あとはですね、値段交渉ですね。で、まあね、あの一泊とかで出るってことはよっぽどじゃないと、もう一泊の時はそんな値段交渉もそんなしないっすね。連泊する時ですね。あ、1週間いるからいく、1週間いたらいくらになるとか、10日いたらいくらになるとかって、そんな感じでね、あの値段交渉してましたね。まあね、あの旅行スタイルにはね、正解っていうのはないですからね。あの今、今の旅行スタイルは、まあ前とね、ずいぶん変わったんだなと思って見てるんですけどね。だけど、まあ、少なくとも2週間の旅行はね、あの放浪の旅ではないと、まあ、僕は思いますね。まあ、自分探しとかって、あのものすごくね、陸路で、陸路を張ってね、移動してるときって、まあ、何回も話すんですけど、ビエンチャンバンビエン間がね、あの6時間から8時間ぐらいかかった頃っていうのは、まあ、とにかく移動時間がかかったんですよね。で、移動中っても何にもやることないじゃないですか。で、言葉もわかんないし、で、まあ揺れてるから本をね読むわけにもいかないし、ただ漫然と外の景色をね眺めてるんですけど、やっぱりね、あの自問自答する時間がすごくね長かったと思うんですよね。で、あと宿ついてもね、ネットがあるわけでもないからね、やっぱりそこもね、外でね、金かけて遊ぶか、あとは、まあそうだね、CD と CD プレイヤーですね、そんなもんしか音源なかったんで、音聞きながら、まあじっくりとまた自問自答ですよね。で、そういうことする時間が長かったからね、ひょっとしたら昔のスタイルだったらね、まあ自分、新しい自分が見つかったのかもしれないですね。だけど、今ね、SNS でね、日本の友達とばっかり話してる旅行者とかもいるんで、まあ場所はね、日本からどっか、まあここだったらバンビエに変わっただけでね、やってることは何も変わらないと思うんで、まあそれで、放浪だったりね、自分がさ、新しい自分がね、めっかったりしたらね、ほんとめっけもんだなと思いますね。まあね、こんなこと言うとね、うるせえよってね、コメントがつきそうですけど、まあまあ、その辺はね、僕の正直な気持ちなんで、ルーティン動画の中でちょろっと話してみました。さあ、ツイッター今日は何本飲もう。